プロネベポルゼは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。プロネベポルゼは、海辺の町で、コルナアイユ地方に含まれる、ポルゼ地域の平野に位置する。北を、プロエバンとカスと、東オケメネバン、南は、ロクロナンと、ケルラズと接している。町の西側は、サンタンヌ・ラパリュー、ケルベル、トレズマ・ラウエンの崖と砂浜である。最寄りの鉄道駅は、カンペルか、 シャトーランである。最寄りの空港は、カンペール・コルヌ・アイユ空港か、ブレスト・ブルターニュ空港である。15世紀に、ネベト家が、ケルラズ・小ョ教区に、レザルガン城を建てた。城の痕跡は残っていない。19世紀後半、城の地中の基礎部分が発掘され、受け負い妊婦が残した印が見つかっている。百五十六年十二月日曜日の朝、トレフンテックの浜で、 ジャンマリー・ルブリは、馬に引かせたグライダーを操縦して、100メートルの高さまで上昇し200メートル飛行した。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降、INSEE 町の経済は農業に、最も依存しており、次に観光、手工芸、そして小規模工業がある。ドゥアルヌネワン、クロゾン半島を見下ろすトレフンテック岬は、 しばしばハイキングやパラグライダーを楽しむ人々がやってくる。サンタンヌラパリュー礼拝堂。ありがとうございます。